今日も天気がいい。はい、どうもこんにちは、むかげです。ということで今日もねめっちゃ天気がいいんで、このままどっか行きたいんだけれども、とは言ってもね、僕が住んでるのは兵庫県で、ここ数日ねものすごいコロナが増えてるんですよね。でね、僕がね仕事場として借りているそのね隣の隣の人がね、ここ数日ねずっと会ってなかったんですよ。でどうしたのかなと思ってたら、どうやらコロナにね感染したっていうことで、ここのところねずっと直接会ってはいなかったんで、まあ僕には問題ないっていう話なんだけれども、いやとうとうね結構近いところまで来てるかなという感じで、まあ、なのでもう完全にねもう今コロナが増えてるとはいえね、人通りとかってほとんどもうコロナ前とそんなにね変わらなくなってると思うんだけど、結構ねひたひたと迫ってるのかなっていう気がして、僕自身もね正直4月とかになったらちょっと国内旅行でもしたいなと思っていたところなんでね、ちょっとここでねもう一回ちゃんと気を引き締めないと、僕がねかかっちゃったら結構めんどくさくなるんで気をつけていきたいなと思います。はい、どうもこんにちは、むかげです。ということでね、とうとう帰ってきました。こいつが、この部屋取りのねマイクとして使っていた手話の MV7 がですね、修理依頼からですね、帰ってきました。一応まあ修理依頼から帰っては来たんだけれども、実はね、症状っていうのは改善されませんでした。サービスセンター側で同じような環境下で再現してみたんだけれども、僕に発生しているような問題っていうのが、まあ、確認されなかったっていうことで、まあ故障していないっていうね、そういうことらしく、まあ送ったままの状態で、今日送り返されてきたんですけれども、で僕が、ね、今どういう状況かっていうと、手話純正のアプリケーションを使って録音することっていうのがスマホではできなくなったっていうことなんですね。で今まではずっとできていたんですよ。なんだけれども、ある日突然に、本当に突然にそれができなくなって、まあいろいろと僕も原因っていうのを疑って、スマホっていうのも一回初期化してやってみたんだけれども、やっぱりね使えないんですね。一応まあ PC に接続したり、スマホで使う場合っていうのも手話の専用でない別のねアプリで使う分には録音できるんだけれども、専用のアプリケーション手話のモチーフオーディオっていうのを使用すると、まあ僕の使っているスマートフォンでは使えなくなってしまったんですね。でこれがまあ結構個人的に、まあ、痛いというか、この手話の MV7 っていうのを僕が選んだ一番の理由っていうのは、これがまあダイナミックマイクでありながら USB 接続できるっていう、そういったね結構珍しいモデルなんですよ。でマイクっていうのは、まあ、コンデンサーマイクとダイナミックマイクっていう風に大体分けられるんだけれども、コンデンサーマイクっていうのは結構このオーディオインターフェースをかまさなくても、もうそのまま USB で PC であったりスマートフォンに録音できるっていうものが結構出てるんですよね、多いんですよ。なんだけれど、ダイナミックマイクっていうことになると、それがまあ極端に数が減ってしまうんですね。で、まあ、コンデンサーマイクっていうのはダイナミックマイクと比べて電力をまあ必要とするっていうこともあって、マイク感度がいいんですよね。なので、まあ、ちょっとした声っていうのも綺麗に拾ってくれるっていうマイクなんだけれども、その一方で結構こう環境音だとか、まあ、雑音っていうのも拾いやすい。でまあ、僕が今ここ撮影使っている場所っていうのは結構周りの音っていうのをするんですよ、まあ、なのでコンデンサーマイクを使ってしまうと、まあ、そういった本来録音したくない音まで拾ってしまうので、そういうこともあって、まあ、ダイナミックマイクを使いたいんですね。でダイナミックマイクっていうのは本当にこのマイクの近くだけの音っていうのをまあ拾ってくれる。例えばまあライブでボーカルの人が使っているマイクだとか、司会者の人が使ったりするマイクだとか、あとまあインタビューとかでこう使うマイクっていうのも、取りたい音だけを取るっていう時にはこのダイナミックマイクがいいんですけれども、なんだけれどもこのダイナミックマイクっていうのは、そのマイクの特性上なかなかこう USB 接続できるモデルっていうのが少ないんですね。で結構海外では発売されていても、日本では正規販売されていないモデルとかっていうのもあって、まあ、なのでこうダイナミックマイク でなおかつ USB 接続できるタイプのマイクっていう風になると、もう極端に、ね、選択肢っていうのがなくなるんですよ。で、まあ、そんな中登場したのがこの MV7 っていうので、まあ、僕も発売日と同時に購入して、やっぱり使いやすいんですよ。ただ今はね、こういう状況でスマートフォンでの録音っていうのが難しくなったっていうことでね、直接ね PC に刺さなきゃいけないんで、PC ってやっぱりいちいちこう起動させなきゃねいけないんでね、その辺が結構めんどくさい。でもスマホだったらいつもね持ってるもんだから、
あの PC がなくてもね撮影できるっていういい点があったんだけれども、何なんでしょうね、原因がね個人的にもいまいちよくわからないというか、なんかプラグインみたいな感じで、プラグインってこう結構なんかこうあのプラグインをインストールしてると、このプラグインっていうのがこう結構不具合を起こしやすいみたいな話っていうのがあるんだけれども、まあなんかまあそういったねアプリでもそういうことがあるのかななんていうふうに思ったりするんですけれども、まあ現状ちょっとだましだましというか、まあ一応あの手話の純正アプリじゃない別のアプリだと普通にまあ録音はできるんですけれども、このね手話の専用のアプリケーションっていうのがすごく使いやすかったというか、まあ、使いやすいというか、この MV7 専用のアプリケーションみたいな感じで使うことができて、スマートフォンで原因っていうのを調節したりだとか、あとローカットだとか、あといろいろとスマホでねあの変更できるっていうのがまあいいところだったんだけれども、まあ、現状まあ今のところねそれはまあ使えないという感じになっています。まあ、一体何が原因なのかっていうのは僕の素人考えではわからないんですけれども、サービスセンター曰くマイク側には問題ないっていうことなんで、まあ、だとするとまあ当然ねスマホ側に問題があるっていうことなんだけれども、こっちとしてもね初期化して工場出荷前の状況にまで一体戻してやってますから、これ以上ちょっとあの手の加えようもないっていうところがね、現状なんですけれども、まあただとは言ってもね、やっぱりあのこのマイクが戻ってきたっていうのは結構ホッとしたというか、このところやっぱピンマイクを使って撮影していたりするんですけれども、やっぱりねいちいちこうピンマイクを通してここにつけてっていうのはこの MV7 の落差に慣れてしまうとね結構やっぱりめんどくさいなっていうふうに思っていたんで、まあ、今日からまたこの MV7 で録音していこうかなというふうに思っています。はい、ということでね、この戻ってきた MV7 で一発目の動画のテーマなんですけれども、今あのちょっと GoPro に惚れ直しているところで、やっぱりね GoPro Hero 9使い勝手がいいなっていうふうに思っているんですけれども、 GoPro ってモードとしてはね3つあって、動画とあとタイムワープ、あとね写真モード、この3つがまあ主だった GoPro の機能なんだけれども、僕あの動画っていうのはもちろん使っているし、あとこのザ・リモートっていうこの遠隔操作できる小型のデバイスっていうのを手に入れてからっていうのはタイムワープっていうのも結構あの散歩がてらよく使っているんですけれども、写真っていうのはねほとんど使ってないんですよ。まあほとんどというかね、まず使うことがない。たまになんかこうモードの切り替えの間違いで録画を開始したつもりがなぜかこう写真が撮れていたっていうことがあるぐらいで、まああんまりね使う機会はなかったんだけれども、あの先日ね Adobe の Photoshop がまあアップデートをしてね、その時に結構ね面白い機能っていうのが加わったんですね。それがまああのスーパー解像度っていう機能で、本来あるローファイルっていうのを AI が読み込むことによって、解像感っていうのを増やすことができるって、これがね結構あの僕の周りなんかでも、話題になったんですよ。特にこう昔のねデジタルカメラとかで撮った 今と比べるとだいぶこう画素数の少ない解像感の薄いっていうのだと結構ねあの目に見えて良くなるっていう話で、僕もね実はねもうすでにこう古いデータっていうのをねこのスーパー解像度にかけてみて、まあ、どれぐらい変わるのかっていうのを結構今あの時間がある時に検証したりするんですけれども、まあ、それもねまた別の機会で、このチャンネルで紹介できればいいかなとは思うんですが、今日はねそのスーパー解像度っていうのを GoPro で撮った写真にかけると、まあ、どれぐらいね、変わるのか、果たしてこう目に見えて変わるものなのかっていうのを今日はねそちらの方をね検証してみようと思います。でも検証としてはねすごくこう簡単というかあっという間のことなんで、今からねそちらの方ちょっとご覧いただこうかなというふうに思います。これがね GoPro Hero 9で今朝撮った写真なんですけれども、これをね素材にしてその Photoshop の新機能スーパー解像度っていうのの実力ってやつを見てみようと思うんですけれども、あの Photoshop に入っているカメラローっていうそういった機能を使うんですね。で今これもカメラローでその写真っていうのを開けている状態なんですけれども、使い方っていうのはすごく簡単で、写真を右クリックして強化っていうところが出てくるんでね、これ今までなかったんですよ、こんなところ。この強化っていうところを押すと、こういう強化のプレビューっていうところが出てきて、スーパー解像度っていうところにチェックが入ってるんですよね。スーパー解像度、画像解像度を2倍にします、大型ディスプレイや大判印刷に最適ですっていうことで、これをね機械学習 AI によって行ってくれるっていうことで、これも早速強化試してみようと思います。でねこれね、まあ、使っているカメラはもちろんそうなんだけれども、写っているものとかによっても目に見えて解像感が上がるものもあれば、
全然わからないものもあるということで、今日なんかは、まあ、特に今天気も良くて、でなおかつね、桜だとか花とかっていうのはね、結構解像感っていうのが問われてくるものなんで、この辺のね細部っていうのが、まあ、どれぐらい解像感がアップするのかっていうのをね見ていきたいと思います。でもし仮にこれでね、なんかこう目に見えて解像感が良くなるようなことがあればね、 GoPro Hero 9っていうのは散歩カメラだけじゃなくて、結構スナップ用のカメラとしても使えるかもしれない、そういうところにちょっと期待したいなというふうに思います。ということで今終わったようですね。ここに新しい画像が出てきたんで、これがまあスーパー解像度ってやつですね。こっちが元の素材ですね。元の素材っていうのは 8bit5568×4176 の 23.3 メガピクセルっていうことなんだけれども、このスーパー解像度にかけた方っていうのはこれが倍増されてるんですね。 11136×8352 の93メガピクセルっていうことで、まあ、かなりアップしていると。なのでデータ上は縦横2倍の計4倍のデータ量の違いになっているっていうことですね。通常モードの大きさでは全然わからないですけれども、じゃあちなみにこの桜、右側の桜の方をちょっと見ていきましょうか。グググーっとアップしていくとわかりますかね。正直全然僕には今わからないですね。今サイドバイサイドでね、補正前補正後っていうのを見比べてますけれども、じゃあどの辺がいいかな。この辺のタイルの、建物のこうタイルのディテールとかっていうのは結構出るかもしれないですね。出るかもしれないと言いつつ、わかりますか、違いますか。あの僕にはさっぱりわかんないですけれどもね、この辺の桜ここも全然わかんないですね。あとじゃあこの辺の枝先とかっていうの、結構残念な結果に終わってしまったような。この辺はどうですか。この辺は人、いやー全く違いは分からないですね。水面は分かりますかね。水面、そうですね、やっぱり分かんないですね。ファイルサイズ上はね4倍になっているんですけれども、実際に GoPro Hero 9では分かんないですね。ちょっとこの窓とかっていうのはどうですかね。分かんないですね。補正前補正後もほとんど違いはわからない。はい、ということでね、企画倒れと言いましょうか、GoPro Hero 9の写真に Photoshop の新機能スーパー解像度を当てたところで、ファイルサイズは4倍にはなるんだけれども解像感が目に見えて上がることはありませんでしたということですね。まあ、GoPro ではそういう結果になったんですけれども、これね他のカメラで撮ったようなものっていうのは結構ね僕もすでに何枚か試してはいるんですけれども、違いっていうのが細部で分かるものもあったんで、こちらの方もねまた別の機会で、このチャンネルでご紹介できればいいかなとは思いますけれども、残念ながら GoPro Hero 9はね、写真機能に関してはやっぱり、もちろんこうスマホの機種によりますけれども、僕が使っているような Pixel 4a と比較すればやっぱりあの写真はねスマホの方が優秀かなというふうに思いました。はい、ということでね、今日からこの手話の UV7 が帰ってきたんですけれども、またちょっとおいおいね、この辺の原因っていうのも探っていきたいと思いますし、その辺もまたこのチャンネルで、フォローアップしていこうと思いますので、気になる方はぜひいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。ということで、今日はこの辺でおもかげでした。